本日はですね、ジャパンストックチャンネル番外編ということでゲストお二人来ていただいてます。アラルの岩井社長とバリューデザインの尾上社長、よろしくお願いします。私も正直1月14日のリリースを見てめちゃくちゃびっくりしまして、経営統合するのということで、なかなか経営統合の背景とか資料では出されていたんですけど、実際に詳しく聞いてみたいなということで、ちょっと無茶を言ってですね、お二方に来ていただいて、今日はその辺をガツガツ聞いていければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかによろしくお願いします。背景を聞く前に、せっかく来ていただいているので、お二方の最初の印象とか聞きたいんですけど、もともとバリューデザインさんの上場自体は2016年ということで、アララさんよりも4年前ぐらい早くもう上場されています。そうですね、そうですね、はい、どういうふうに見てらっしゃるんですか。実は創業の年が同じ年なんですけども、はい、一緒なんですね、はい、どちらもハウス電子マネーの事業を行う完全な競合会社でして、バチバチの競合ですね。そうですね。ただですね、同じ年に、はい、スタートしたんですが、バリューデザインさんがもう一気にぐーっと言っちゃいまして、我々ずっとバリューさんの背中を見る、バリューさんに追いつけ追い越せというのが社内での合言葉のようなそういうポジションでして、じゃあ本当にこうバリューさんぐっと言ってた感じなんですね、当時は。いやいやいや、僕やっぱりこの事業自体が結構最初は苦しいですよね。そうですね、はい、もうずっと赤字で、はい、バリューさんもねずっと赤字だったと思うんですけど、はい、ずっと赤字が続いてて、ようやくキャッシュレスっていう業界というか波も日本に浸透してきて、本当これからどん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 右肩上がりで上がっていくっていう感じですよね。そうですね、そうですよね、はい、ちょっとキャッシュレスのお話も出たんですけど、結構キャッシュレス業界自体は、まあ、なんとなく投資家の方もこうイメージしてると思うんですけど、はい、2社様がこう軸足を置いてる、よりこうハウスプリペイドの業界っていうんですか、まだピンときてない方も多いと思うので、ちょっと改めてご説明していただきたいんですけど、これはもうずっと前からの課題でして、なかなか我々も上場した後、ハウス電子マネーってなんだっていうところからやっぱり来まして、やっぱり世の中の QR コード決済と結構戦ってしんどいんじゃないかっていうふうに見られがちなんですが、そのイメージですよね、はい、全くちょっと住み分けができるものになってまして、例えばちょっと簡単な言い方で言います、我々のお客様でモスバーガーさんがおられますが、はい、例えばモスバーガーさんにお客さんが来店されまして、300円のハンバーガー買いますと、現金いただいてハンバーガー渡す、はい、それでも取引が終わってしまいますが、はい、例えばモスバーガーさん大きく分けるとドリンクとフードとカテゴリーがあって、ありますね、カードという新しい商品を1個作ってですね、1000円のカードをそこで買っていただくと、はい、例えば100円おまけがつく、はい、ということであれば、カードをその日に持っていただくと300円のハンバーガーでも3回来て900円で200円余りますね。ということはカードという商品を進めると4回囲い込みができる、そういうマーケティングツールという位置づけ、なのでそのお店の新しいカテゴリーの商品だと、うんうんうん、これが商品なんで、これを現金で今まで買っている、うんうん、現金でチャージしていたのをクレジットカードであったり、うんうん、QR コード決済だったりスイカであったりでチャージをして、お店は囲い込みをする、うんはい、そういうマーケティングツールという位置づけ、まあ、決済その手段の一つっていうことでは、はい、まあ、ないということなんですね。そうですね、後ほどこの辺も詳しく解説よりいただければと思うんですが、一旦そのペイペイとかラインペイとか、ああいうものの一つではないということですよね、はい、そんな業界で二大巨頭としていらっしゃった両社が、そもそもこう経営統合するに至ったきっかけみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、はい、岩井社長、はい、実はですね、昨年の8月にですね、はい、たまたまですけども、はい、我々ずっとこういうある意味競合であり、はい、恋い焦がれていたバリューデザインさんのですね、はい、大株主から株式を買わないかというお話を、まあ、たまたまいただきまして、はい、非常にかなり無理してるんですけれども、はい、昨年の8月に 33.2% その株式を取得するということができまして、それでバリューデザインさんのですね、はい、筆頭株主になることができました。持ち分法でも連結という形になるような、まあ、そういう状況になりまして、まあ、そこからバリューデザインさんと我々の方で一緒にせっかくそういった資本的な形で提携しましたので、うん、今後いろんな形で業務面での提携を進めていきましょうと、ずっとラブコールを送ってきた相手にやっとちょっと、はい、国も行ってもらえたちょっとだけお付き合いができるような状況になったのかなという、まあ、そんなもアピールが、はい、そうですね、でそこからまあいろんな形 で、はい、こんなこともできるね、あんなこともできるねというのも、はい、現場の方ではこれまではバチバチに戦いやってた相手ですが、そうですよ、ね、当然やっぱりお互いやってることが非常に同じような事業をやっておりますので、はい、共通の言語で理解し合いますし、うんうん、それぞれ描いている戦略がやっぱ近しいところがありますので、うん、その中でこうじゃあこんなこともできるねということで、まあ、業務提携の話をどんどん進めていって、最終的にはこれも一緒になった方がいいんじゃないかというので、うん、昨年の12月ぐらいですかね、はい、もう実はもう投稿の1ヶ月ぐらい前にですね、初めてそういった話が始まり、そうなんですね、もう一気にそこの状態まで
来たというですね。もう8月にお付き合いが始まって1月に結婚したみたいな。まあそうですね、婚約発表のあ、いやもうスピードですね、スピードもスピード、はい、それだけもう相性がいいというか。そうですよね。なんか小野井社長はどうですか、今回のその経営統合に至った経緯というか、岩井社長からラブコールがすごいあったということなんですが。先ほどの岩井社長の話ですが、昨年の8月に一株主になっていただきまして、はい、それまでにちょっといろいろ我々資本政策課題があってですね、はい、で本当に岩井社長に助けていただいたなと。で助けていただいた中でも、はい、やはり日々新規の営業ではやっぱりぶつかってますの で、ね、結構これをもっと解決できないかなというのは前々からずっと岩井社長とも話はしてました、はい、でそれがすごくいいタイミングで今回来たなと思いまして、劇的なちょっとあのスピードでそこからずっとこうトントントンと詰めていってきてるというような形で、先ほどもお話ありました通り、やっている事業が同じですので悩みも同じなので、すごくやりやすい、コミュニケーションがしやすい。確かにそうですよね。今までバチバチに多分現場では営業で戦われてたのが、それがもう競争があんまなくなっちゃうってことは、そんなことはないですか。まだ他にも競合がおりますので、当然そこでは今度共同であの一緒に戦っていかなきゃいけない形にはなりますし、まあもっと言うと、先ほどもおっしゃられたようにキャッシュレス全体でいうと競合的な会社がたくさんいる中で、我々さらにこの独自のポジションをいかにこう作っていくかっていうところがもう大きなテーマになりますので、これからこうキャッシュレス化がさらに進んでいく中で独自のポジションを築き上げていくと、これがもう大きな課題になるかなと思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。これから統合されてお互いの強みいいところを生かしながら市場をこう取っていくっていう話なんですけど、もう少しその、ね、具体的に目指される世界みたいなちょっとお話をお伺いしてもいいですか。まずはですね、まだまだこのハウス電子マネーのポテンシャルっていうのがたくさんございますので、現在両社合わせて1兆円の、年間1兆円の決済額になるんですが、それをさらにまあ2兆3兆とですね、拡大していくと。このあたりは今後ちょっと中期経営計画を出していく中で、まあ具体的な目標をですね出していきたいなと思ってるんですけども、まだあの日本でキャッシュレス比率って 30% ぐらいしかないんですね。意外と低いですよね。もう本当にあの韓国とか中国とか、まあ、その他国々と比べてもですね、はい、まだキャッシュレス後進国と言っていいんじゃないかぐらいの状況だと思うんです、はい、でその中でようやくペイペイとか、はい、あの巨大なプレイヤーがぐっとこう出てきているんですけれども、我々のハウス電子マネー実はそのお店の中でですね使われる決済比率って非常に高くてですね、いろんな決済手段がある中でもですね、ハウス電子マネーを導入されている店舗では実はそれが一番決済手段として多いと、まあ、そういう状況がありまして、はい、でそこはですねおそらく住み分けになってくるんじゃないかなと思ってるんですね、まあ、いろんなその他のキャッシュレス事業者は多分バチバチとやってると思うんですけど、はい、ハウス電子マネーって発行体がそのお店になりますので、お店が発行する電子マネーは自分たちで一生懸命プロモーションされます。でそれ以外の決済手段は、まあ、その都度例えばペイペイがお得ですよとか、年々がお得ですとあるかと思うんですけども、独自のその戦わないポジションでやっていきますので、この比率をずっとキープしながらもっともっとマーケットを拡大していきたいなというふうに思っております。ペイペイさんとかはやっぱ自分たちでプロモーションしないといけないですけど、やっぱ2社様のサービスとかだとお客さん自らが利用促進のプロモーションをガンガンしてくれるっていうのが全然違いますよね。そうですね、はい、でそのプロモーションのやり方を我々がいろんな成功パターンが出てきますので、はい、それをまたお店さんにこう、はい、フィードバックしていくと。以前ジャパンストックチャンネルに出ていただいたティッシュボックスが一番聞いたっていう話を聞いたんですけど、まあ、ああいうノウハウが、ね、なかなか他にはないってことなんですね。岩井社長から決済額1兆円なんだってお話あったんですけど、1兆円ってどのぐらいすごいのかちょっとピンとこなくて、例えばなんかペイペイさんだったらどのぐらいなんですか。昨年3兆円ぐらいとかって聞いておりますけど、ペイペイさんが3兆円ぐらい。ペイペイさん結構プロモーションとかガンガン打って言い方ですか、お金をこうばらまきながら決済額を上げてるイメージあるんですけどそういう感じではないですよね。着実になんかこう、そうですね、お店が今おっしゃられたように、はい、あのお店が自分たちでいろいろプロモーションとかされてますん で、ね、1店舗あたりのやっぱり決済比率が非常に大きいんで、導入店舗数は合わせて10万店舗ぐらいです。10万店舗ですので1店舗あたりの決済額というのは非常に大きいのが、まあ、特徴じゃないかなと思いますね。今後ですね、あの、まあ、両社が経営統合して決済額をまあさらに伸ばしていくということを目指す中で、入り口と出口っていうのが多分キーワードとしてあると思うんですけど、そこをこうどういうふうに考えて、はい、現在ですね、やっぱお店が最大の入金口になっているんですけども、はい、最近でいうと給料天引きというのをトライアルでやったりしてまして、はいはい、実際に例えば給料がそのままチャージされますとか、はい、あるいはネット上で稼いだお金をそのままチャージにするとかですね、まあ、いろんな入り口がこれからできてくるんじゃないか、はい、あるいはその行政からの助成金のようなものが電子マネーでチャージされるとか、
いろんな入り口を毛皿として出して、はい、さらにそれを今度いろんなところで使える。この店だけで使えるんじゃなくて、周辺の店でも使えます。例えば先ほどお話ししたようなペイペイさんとか、はい、あるいはドコモさんがやってる ID とか、はい、いろんなところとそういう形で組めるような形になるといいなと思っておりまして、まあ、いろんな入り口からいろんな出口に出ていくと、まあ、そういったところをこうつなぎ込むような、まあ、ハブのような機能をですね、作っていけると非常にいいなというふうに考えております。冒頭お話しあったように、本当そのペイペイさんとかは競合ではなくて、まあ、いわゆる協業というのはそういうところなんですね。そうですね、そんなふうに考えております。地域通貨とかですね、はい、そういったようなお話なんかもたくさんいただいておりますので、そういったところもこれからアクセル本でやっていきたいなと思っております。うんうんうん、ありがとうございます。2社が経営統合するとかなり営業的にも強くなると思うんですけど、それ以外のところでこうメリットっていうのはどういうところがあるのかなっていうのを教えていただきたいんですけれども。今あららさんがお持ちのいろんなソリューションと我々が持っている部分をクロスでお客様に提供できていきますので、何が起きるかっていうと、そのもともとそのお店でのハウスメイジマネーのシェアっていうのは高いんですが、はいはい、それをもっと高く上げることができるっていうことですね。これから間違いなく出てくるというふうに思ってますのが、はい、単純にそのハウスプリペイドの利用者を増やせばお店の全体の売上が上がるというのはもう明確に数字が出ているんですが、ハウスメイジマネーのシェアを上げるにどうするかっていうところで、現在出ているのがその購買データの分析っていうところですね。うんうんうん、で今まで購買データの分析っていうのは、はい、クレジットカード会社であったりポイントの大手さんであったり、はい、いろいろ購買データをお店から取ろうとするんですが、はい、お店からするとすごい重要な情報をなんでその複数で決済されるところに出さないといけないんだと。嫌ですよね。はい、ということになりますが、ハウス電子マネーというのは1対1なので、うん、お店の購買データをいただいて、それを我々が分析してそこにまた戻すということになりますので、お店は出しやすいんですよね、環境的に。なのでそこを、はい、そのニーズがあるっていうのは我々そういうのが分かってきましたので、うん、これをどんどんと一緒にこのあららさんと、うん、我々の既存のお客様に対しても提供していくっていうことをやることによって、全体の決済比率をまたさらに上げると。メーカーさんとかもですね、はい、スーパーのお客さんとか非常にたくさんあるんですけども、はい、まあ、ドラッグストアですとか、はい、そういったところで売られているメーカーさんなんかは、ハウス電子マネーと組むことによって特定の商品を買うとお金を戻してもらえるという、そういうチャージバックというソリューションも、うんうんうん、これから展開していこうと考えておりまして、はい、そういったところでも新たな収益源をこうどんどん積み上げていくということが可能になるかなというふうに思ってます。ハウス電子マネーのサービスって結構いろいろできますよね、なんかお話聞いてると。あとはシステム的にもですね、はい、これから一緒にワンシステムでやっていこうと、そういったところも、はい、効率化を図っていくことで、うん、コストダウンの方もですね、これからどんどん進めることが可能じゃないかなと思っております。ありがとうございます。私も注目して見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後にですね、見ている方がほとんど投資家の方々なので、皆さんにメッセージをお二人からお願いできればと思います。バリューデザインさんとですね、こうやって統合することができました。これを今後どうやって進めていくかということは、3月に中期経営計画を出していきたいというふうに考えておりますので、ぜひそちらの方をお待ちいただけたらと思います。ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。本当にこのあららさんとこの世界を一緒に圧倒的なシェアを取っていって、それを国内だけではなく、まあ、アジア全体でもこのシェアを拡大していきたいと思っておりますので、ぜひ長い目でご支援応援をいただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。